どうも皆さんおはようございます。 TK ボンチャンネルです。今日はシンガポール旅行1日目になります。昨日はカンボジアのプノンペンからシンガポールに来て、で着いたのがちょっと飛行機が1時間ぐらい遅れたので、到着も1時間弱ぐらいから遅れて、でホテルに着いて最終的に寝れたのは3時過ぎだったので、で朝起きたのが7時半ぐらいなので4時間半ぐらいしか寝ておりません。シンガポールも雨が降るみたいなの で今日も1日以降天気予報みたいなのを見てたら、どうも雨が降りそうなので、雨が降る前に今からマーライオンとかね、いろいろ見に行きたいなと思います。今全てのねバッテリーとかを充電中です。 iPhone と、もう一個 iPhone と、で GoPro のカメラのね充電も、この前日本に帰った時に、これまではねそのカメラに直接挿していったんですけども、めっちゃ熱くなるんですねカメラが。なのでこれを買いました。これですね。これになんかこうかな、こうして、でこっちがね C ケーブルなので、僕はiPad が C ケーブルなのでいいんですけれども、 iPad もしね持ってなかったら、ライトニングそのあれではないので iPhone のやつは使えないし、 USB ももちろんあれだし、なんかなんて言うんだろう、Android のあれも合わないので、ちょっと面倒かなってあれなんですけども、僕は今のところ問題はありません。でモバイルバッテリーも今回ねちょっと間違って2つ持ってきてしまったんですけども、で空港で2個出せって言われたんですけど、2個はないって、いや2個映ってるっていう、こうしたらね間違って2個持ってきちゃって、で1個はね、こちらになります。結構最近買ったやつです。で2万ミリアンペアで結構軽いんですけど、もう1個がですね、こちらになります。これがですね3万ミリアンペア重いんですね。僕直接なんていうの、コンセントから挿して充電するってことがほとんどないので、もうそれでね、パソコンのキーボードも一回ぶっ壊して、 iPhone もフリーズしたりとかするのでぶっ壊して、で前使ってた、なんだっけ、 iPad Air、 これもぶっ壊しちゃって、フリーズしたりしてね、やっぱり多分電圧が強いんだと思います。シンガポールちょっとまだわかんないんですけど、カンボジアの場合は 220V ぐらい強すぎるので、毎回これに充電して、これも結構安くはないんですよね。こっちとかちょっといくらか覚えてないんですけど、これとかこれとか、ね、毎回買って電気代とあんまり変わらないんですけれども、その直接挿してしまうと、携帯が壊れるということで、今撮ってる iPhone 13 Pro Max とかも安いものではないので、できるだけ長く使えるようにね工夫しています。なので東南アジアとかでね 220V、結構電圧が強い国で暮らそうと思ってる方とか、旅行される方はですね、こういったモバイルバッテリーに充電してから、iPhone とか iPad とか充電したら壊れにくいと思います。で窓の外の景色はこんな感じです。ここからマーライオンみたいなところに、ね、歩いたらなんか30分くらいかかるみたいなので、ちょっとね電車に今日は乗って移動してみたいと思います。こんな感じです。タクシー、グラブでもいいんですけども、せっかくね来たので電車も使ってみたいと思います。なんならねバスとかも乗ってみたいんですけど、バスはちょっとさすがに乗り方がむずそうなので、電車で行きたいと思う。電車っていうか地下鉄なのかな、メトロみたいなやつで行きたいと思います。あのドームは何なんでしょうね。でこっちの右側の方がもう強烈ですね。高層ビル、もうほぼ東京みたいな、すごいね、カンボジアにこんなにはないですね。このビルとビルの距離、間の距離がこんな詰まった感じで高層ビルが建つっていうの、今のところプノンペンはこんな感じではないので、将来上こうなるのかなと思うんですけど、シンガポールはちょっとね面積がちっちゃいということで、確か東京23区ぐらいとかだったかな、本当にちっちゃいので、もう横には広がらないのでね、面積的には、なので上に伸ばすしかないということで、どんどんね高層ビルが、今も左側の方かな、奥の方も高層ビルとかマンションとか、で左側もちょっと今建設中というか工事中、見えますかね、クレーンが、こんな感じです。それでは出発したいと思います。大量のインド人がいます。団体なのかちょっと分かりませんが、どこもおかしくもインド人って感じです。半分インド人って言っても過言じゃないぐらい本当にインド人多いです。で今から電車に乗ってちょっと行きたいなと思います。
目の前に電車があるってことなんですけど、電車はどこにあるんだろう。あれかな、さすがあれ、わあすごっ。この時カメラの設定ミスで何度スーパースローとかなっててね、音も入ってなかったので、ちょっとアフレコで入れていきたいと思います。これは今バス停を探しているんですけれども、何番乗り場とかも分からず、ちょっと行ったり来たりしてる感じです。何番のバスに乗っていくかとか Google マップで調べました。この時ちょっと乗り方が分からなくて、ちょっとついてってるだけなんですけれども、どうやって払うのかとか本当心配でした。優しい運転手さんが全部教えてくれました。なので現金で払ってもいいし、カードで払ってもいいんだけど、現金だとお釣りが出ないので、このカードの、ね、機械でピッてタップするのをおすすめするって言われました。乗った時にカードをタップして乗ってなかったので、運転手さんに伝えてね、運転手さんがポチポチボタンを押して設定してくれました。僕携帯2台持ってったんですけど、どちらともローミングして2台とも使えました。IC チップが付いた銀行のカードとかクレジットカードでも支払い OK です。今回のこのシンガポール旅行中にバス乗ったの多分これだけだったと思うんですけれども、20分ぐらい乗ってたのかな。でなんと費用はですね、たったの1ドルでした。わあ、ここからも見えますかね、このなんていうの、曲がったこのカーブとかも最高ですね。うわ、写真とかで見るとちょっと危なくないのかなとか思ったんですよ。結構まずでかいですね、やっぱり。いやー、テンション上がっております。めちゃくちゃ暑いです。カンボジアほどではないんですけれども、多分30度普通に超えてますね。32、3かな、33ぐらいですね。ここ MRT って書いてある。ちょっと帰りはこんなに乗って帰りたいですね。バスも良かったんですけど、 MRT のこれにも乗ってみたいです。いや次来た時マジでマリーナベイサンズ泊まってみたい。こっちは何なんだろう、ショッピングマリー、ああー、ここがあのショッピングセンターなの。もう少しブラブラしたいと思います。めっちゃ綺麗、マジでゴミ一つ落ちてない。葉っぱぐらい、タバコとか、そのなんていうの、お菓子のカスとかペットボトルとか、マジで一つも落ちてないです。ちょっと見てください、この都会感めっちゃすごい、広く感じるな。うわうわ、すごいすごいすごい、ちょっと待った、うわやば、どっち側から見るのかな、あっち側から見るのかな、こっち側から見るのかな、ちょっとこっち側に行こうかなと思います。やばい、14秒。走ります。あ、もうここからでも十分見えますね。うーわ、最強ってか最高。うわー、いやもうこれをね間近で見たくて3年待ったので、まあ、コロナで待たされたっていう感じなんですけれども、うーわすげー。ちょっと記念に僕も映り込みたいと思います。こんな感じです。めっちゃ高い。うわマジですげえ。中に入ってきました。ここはショッピングセンター。あーったー、そうそう、あれも見たかった。ちょっと下に行ってみたいと思います。なんて言うんだろう、日本語はキャナルみたいな、あ、運河っていうのかな、川。うわインスタとかいろいろ調べてて、ネットとかにもね載ってた、あの
これですね。なんかボートクルージングみたいなないのかな。乗ってみたい。めっちゃ綺麗、整備されてます。この中は高級ブランドばっかりって感じです。ただね、空気とかめっちゃなんか綺麗です。なんかこう排気ガスとかの匂いも、匂いとかそういうのもないし、うわーす、ちょっとこれパノラマで一周撮ってみてもいいですか。すごいな、都会、大都会ですね。うわー、プノンペンとかもこうなるのかな、怖っ。なんか寂しいですね、プノンペンがこんな感じになったら。そこアップルな、見えますか、中のアップルのロゴ。そこアップルなんや、ここ。でも中結構人いますね。すげえ。ちょっとここでもパノラマで撮ってみたいと思います。うわー、暑いです。あ、こっちはルイ・ヴィトンですね。へえ、海、海の上。すげえ。あ、でちょっとマリーナベイサンズも見えます。へえ。なんか銀行系が多い気がするな、こっちの方の建物。 ANZ とか、あと中国銀行とかメイバンクとか銀行系、まあ、ロゴだけなのかちょっと分かんないですけど。マーライオンとマリーナベイサンズと見れてるので、まだね、もうちょっと詰め込むにはどっかやっぱタクシーとかを使わないと厳しいかなって感じです。例えばリトルインディアとかチャイナタウンとか、あと、あ、じゃああっちにも見えるのかな、なんか木のふわふわなってるやつが。こっちかな、ちょっとまだ土地勘が分かんないので、だいぶ無駄な時間を過ごしています。左なのか右なのかね、北の方なのかとか本当に分かんなくて行ったり来たりしてます。え、僕も自転車使いたいな、ちょっと見てみたいと思います。え、すごいすごい、何、ちょっとやってみたいと思います。サイクリングのできるのかな、バーコード読み取ってちょっとやってみたいと思います。
今登録とかが終わりました、まあ、クレジット決済ということでカードとかを登録して今から押したいと思います。30分で3ドルです。さてアンロックされるのか。あ、アンロックされた。自動えぐ、すごいな。ちょっと時間がもったいないのですぐ乗りたいと思います。乗れました。いやーすげえ。では早速行きたいと思います。おーおーおー、めっちゃ軽い、自転車こんな感じです。なんでここからまっすぐ行ってあっちの方のマーライオンまで、まあ、歩いたら18分って書いてあったんですけど自転車で5分ぐらいだと思います。いやー楽だわ。やっぱ歩くよりも全然楽だわ。ちょっとねハンドルが軽いっていうのはあるけど、確か20ドルかな、20シンガポールドルチャージして、これが30分で3ドルなのでまだまだ使えるって感じです。うわー最高、めっちゃ気持ちいい。あ、なんかいろんなところにですねスペース、パーキングスペースあります。どこに置いてもいいっていうわけではないと思うんですけど、事故のあれもそうですし、めっちゃ空気きれいです。本当に排気ガスの感じとか一切なくて、うわっコーナーのもめっちゃ高い。30分とかってあのアプリで見れるんですかね。ちょっと後で見たいと思います。30分乗り放題なので。あ、なるほど。なんか前アニーの映画1回見たことあるんですけど、なんか10分だけ残ってるみたいな、ニューヨークで、ニューヨークかな、こういうの使ってて10分だけ残ってるから絶対時間内に返すからみたいな、そういうことか、そういうことだった。納得しました。え、で、周りに、あれ？え？なんか、こっちがこっち？こっちなのか？え、ノービエクル。わあ、ビルに挟まれております。なんかこの緑の看板っていうのが、なんだろう、ストリートが書いてあるやつ、まあ、外国って感じですね。マーライオンはでかいんですかね。イメージ的にあんまそんなでかくないイメージだけど、私マーライオンとかどれぐらいなんですか。あのマリーナベイサンズとかもね結構でかかったです。ちょっと離れた反対側から見えると思うので、またその離れたマリーナベイサンズのホテルも見てみたいと思います。ヨーロッパ系の人たち多いな。でも働いてるのはインド系の人多いですね。なんかアイスで氷をなんかトラックから下ろしてたりとか、こっちに行きたいと思います。わー、見えました。うわ最強だ、このスポット最強だな。全部見えんじゃん。
あの花みたいなやつもマリーナベイサンズのホテル、うわすごい、ここマジでいいわ。うわちょっと写真撮りたい、すぐ写真撮りたくなるって。わいやみんな撮ってるほら撮ってる。そりゃそうだよね。ちょっと僕も写真撮りたいんですけど、もうちょっとあっちで撮ろうかな。うわテンション上がる。それでは続きいきたいと思います。うわ結婚式のウェディングフォトかな。フォトスポットですね。あ、まだ見えないけどマーライオン、オンなんとか、うわこのエリア最高だ。うわ発見、出てきましたマーライオンです。うわあ、結構でもでかいかも。あでかいでかい。ちょっともうちょっと近づきたいと思います。でかい、やっぱ多いな、人みんないるわの周りです。モスバーガーとか食べ物系ですね。ホットドッグとかあります。ちょっと先に写真を撮りたいと思います。ただ階段になってんな全部。あ、行けるかな。ここからちょっと下の方に行きたいと思います。写真撮っていきたいと思います。もうここでね、なんか若干水しぶきがあります。見えるかな、ちょっと水かぶってる感じです。ちょっと奥の方に行って、ここ両方入るんだ、すげえ。この3つ入りますね。写真撮りたいと思います。そろそろ自転車の時間がなくなってきました。どうなるのかちょっと撮っておきたいと思います。5、4、3、2、1。あ、自動で閉まるってことはないんだ。なるほど。多分これ延長でお金が取られるってことですね。あーなるほどなるほど、増えました。あーなるほどね。今30分で3ドルのところ、あ3ドルで6ドルですね今のところ。なるほど、こんな感じです。なので勝手に自動で、やっぱ危ないので乗ってる時にガチャッと閉まったらね多分倒れるので、自動でお金がチャージされていくって感じです。今あそこのマーライオン見えますかね。ここのマーライオン見てきて戻ってきて、こっちがあのマリーナベイサンズになるんですけども、もう一つ探してたね、あの花みたいなやつがあっち側にありました。ただちょっとねこれは夜の方が綺麗かもしれないので、ちょっと今日か明日の夜にまた戻ってきたいと思います。なので今から自転車をあっちの置き場に返して、ちょっとチャイナタウンかどっか行こっかなって感じです。お腹空いたのでなんか食べたいと思います。自転車は元の場所に戻しました。で、チェックアウトみたいな感じなんですけれども、それはですねパーキングスペースの端っこにある QR コード、場所のコードを読み取ってチェックアウトする、なんかここに止めましたよみたいなっていうのがあって、それがこちらになります。ここですね、端っこにQR コードがあるんで、これをスキャンしてチェックアウトっていう感じになります。